こんにちは、この花の寒月です。今日は襟が抜けてすっきりと綺麗に切れる花襦袢の着方をご紹介いたします。はい、それでは早速花襦袢を着てまいります。で、羽織っていただいたらですね、羽織った段階で襟が自然に抜く形に作っております。はい、まずはですね、背中の紐を宮津口ですね、中に入れていただいて、紐をご自分の前で結びます。蝶々結びで大丈夫です。はい、で紐を絡げますね。そうしましたら次はですね、襟を合わせて前につけている紐を宮津口から出します。こちらですね。そして来た時にですね、襟が緩む方はご自分のここのくぼみが隠れるように重ねてください。はい、紐を前に持ってきて、右側か左側に寄せて結んでおきます。前で紐を結びましたら、今度は背中側のシワを伸ばしていきます。はい、両脇に親指を挟んで、背中ですね、シワをギュッと集めてください。ここが平らになるように横に集めます。そうしましたら今度は胸側をすっきりとさせていきます。まずこの辺のダブつきをですね、解消するコツなんですけれども、こちらですね、引っ張ってみてください。はい、脇の部分ですね、ちょっと引っ張ってあげるとここに縦のラインができます。これを目安にして、今度こちら側ですね、下側を引っ張ります。こうやってまっすぐ引っ張ってあげるとここがすっきりですね。このラインを作るのを目安に、ちょっと軽めに引っ張っていただくと、ここが綺麗にフィットしますので、こちらのコツを、よろしかったら参考にしてみてください。はい、そうしましたら最後の仕上げになるんですけれども、伊達締めか伊達紐でですね、ここを押さえていくんですが、着崩れしやすい方ですね、少し胸よりですね、やや上気味に、伊達紐や伊達締めで押さえていってください。今日は伊達紐を結んでいきます。紐を前で結んだら内側に引いておきます。花襦袢の着方はこちらで完成です。今日は花襦袢の着方をご紹介してみました。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルで会いしましょう。本日もありがとうございました。